卵細胞の成熟過程卵細胞は、姿勢で不動の配偶子である。卵、または卵子とも呼ばれる。大多数の多細胞生物は、生活感の中に、核層 N と核層 2N の時期を持ち、原数分裂によって核層が 2N から N になる。核層 N の2つの生殖細胞が接合を行うと、新規な遺伝子型を持った 2N の細胞生じ、個体へ成長する。 このような生殖細胞を配偶子というが、その多くは大小2つの方に特殊化する傾向があり、さらに不動で大型のものと小さいものに特殊化している場合に前者を卵細胞という。なお、後者は一般には運動性を持ち、生死と呼ばれるが、主植物などでは運動性を失い、あるいは細胞の独立性を失っている例もある。動物は一般に 死生配偶種として卵細胞を生じる。陸上植物や車軸草類も卵細胞を形成する。卵は一般には動物のメスが産み、そこから子供が帰る。また、鶏卵など卵角に包まれた状態でメスから産み出されるものも一般に卵と呼ぶ。当然ながら、それには卵細胞が含まれ、あるいは卵細胞そのものを卵という例もある。 しかし、卵の中で肺発生が進んでいても、卵と呼ぶことは多い。つまり、孵化するまでは、それに含まれるものが、卵細胞ではなくても卵である。卵子という言葉は精神に対応して用いられる。例えば人の卵子は単細胞の構造で、卵細胞ということもある。しかし、肺卵子には、原数分裂を終了していない、第二次卵母細胞であり、厳密には、 原数分裂を完了した後に、卵細胞となる。そのため卵子は卵細胞のみでなく、卵母細胞が含まれる場合があり、植物の卵細胞に卵子が使用される例は稀で、ある。一方、卵細胞は、原数分裂後の核層 N の姿勢の生殖細胞を、指している。精子と、卵細胞の接合は、特に受精と呼び、生じる、接合子は受精卵と呼ぶ。なお、 受精しなかった卵は未受精卵または不祥卵という。哺乳類の卵子は卵細胞と極体からなり、それらを透明体という膜が覆っている。卵細胞内には姿勢全核がある。動物では卵子を形成するのは卵巣である。卵細胞は精子と受精して受精卵が作られる。受精卵は卵葛を繰り返し、細胞分化を行い個体へ成長する。 苔植物とシダ植物では、増乱期に卵細胞が形成され、生子と受精し、受精卵が作られ、発生後胞子体を形成する。種子植物では、胚種内の胚脳に卵細胞が形成され、生細胞と受精した後発生を開始して胚種は種子になる。種子は適当な条件が揃った場合、発芽して個体へと成長する。ありがとうございます。